はい、皆さんこんにちは、タカさんです。恒例となりました千葉県庁前への演説を始めさせていただきたいと思います。はい、先日令和4年1月6日千葉県庁記者クラブにて記者会見が行われました。これはタカさんの YouTube チャンネルでもその記者会見および申し入れ書をお渡しする動画がアップロードされております。その記者会見は千葉県の機密児童相談所小熊忠志所長、忠志は良よしと書いて忠志と読みます。小熊忠志所長、機密児童相談所小熊忠志所長の機密児童相談所において、その所長の権限において行った子どもの一時保護、子どもを強制的に親から引き離した行為が裁判所により5人の虐待であると認められたことにつきまして、記者会見が行われました。つまり所長の権限で行った一時保護が間違いであったと司法から認められたわけであります。児童相談所の所長は大変強い権限を持っており、子どもの意思に反してでも職員が強制的に一時保護所に入れることができることになっております。その強い権限を持って行った一時保護が司法から5人である、裁判官から5人であると認められたと、その記者会見が1月6日記者クラブで行われました。そのノーカット版はタカさんの YouTube チャンネルで公開されております。この機密児童相談所小熊忠志所長の機密児童相談所、ここで5人保護が行われた、所長の責任で行われた一時保護が5人であったと裁判官から認められた、この事実、我が国の児童福祉法第33条における児童相談所長の大変強い職権を用いて行政処分として行った一時保護が5人であったと裁判所が認めたわけであります。それに基づいて記者会見を1月6日にここ千葉県庁記者クラブで行いました。そのすべてはノーカット版は多賀さんの YouTube で公開している通りです。この内容を振り返ってみますと、親族の虚偽の虐待通報を千葉県機密児童相談所が真に受けて、子供を無理やり母親から引き離したと、そういったことが裁判所で認められたわけであります。それに対しての千葉県側の対応につきましても、申し入れ書を渡す動画の通りの
職員の対応でした。職員の表情等を見てください。これが5人を裁判所から認められた職員の千葉県公務員のあるべき姿でしょうか。児童相談所改革室宮川恵美室長、ここは先の野田市の小学校4年生虐待死の反省のために作られた改革室であるにもかかわらず、タカさんが動画で証拠を出している通り、児童相談所改革室の職員はその目的を忘れ、その目的として口に出したのは児童相談所の建物の改築のためにあると言い放った証拠を動画で上げております。そこの責任者室長が宮川恵美室長であります。申し入れ書のあの動画の中で映っているあの女性こそがその管理者である宮川恵美室長であります。こういった千葉県公務員管理職、千葉県児童福祉行政の管理職らが腐っている状態にあるからこそ、千葉県内で虐待死が起こり、こうして裁判所で5人保護が認められる。その5人保護が認められても、職員の表情に反省の色が見られない。そういった動画が公開されているわけであります。子どもたちを守るための児童相談所、その管理職らは口を揃えて子どもの安心安全を繰り返していますが、実態は管理職らの安心安全であって、実際の子どもたちは苦しめられ、その苦しんでいる子どもの声を聞く仕組みをと、昨年9月28日千葉県議会で岩波初美県議会議員が福祉審議会にて、子どものこういった児童相談所の苦情を聞く仕組みをと質問をしました。この件につきましては、国、つまり厚生労働省が児童福祉審議会において、子どもが児童相談所の対応に不満がある場合は児童審議会に子ども自身が申し立てられることについて周知徹底を図ることとされていました。それを無視する答弁を加瀬広健康福祉部長が堂々と行ったことが、千葉県議会中継の録画に証拠として残っております。いかに千葉県の児童福祉公務員の管理職らが保身に走り、子どもたちをないがしろにし、児童相談所の管理職らに被害を受けた子どもたちの声を無視し、それを隠蔽するような保身に走っていることが証拠として上がってきているわけです。そういった児童福祉公務員、千葉県の公務員らの隠蔽をこの白日のもとに晒し、改善させて行くことが高さんの使命だと思っております。子どもたちの声の代弁、子どもの声の尊重は我が国における児童福祉法第2条に明記されており、
児童福祉法第3条には、この第2条は児童福祉の原理とされており、我が国のありとあらゆる子どもに関する法律に優先されるとなっております。にもかかわらず、千葉県の公務員がこうした法令や国厚生労働省の定めたガイドラインを無視している現実、そして県議会でもそれに反する答弁を堂々と行っている加瀬広健康福祉部長、このような状態を放置していて良いのでしょうか。国民の税金から給料をもらっている千葉県行政職員管理職、それらが堂々と子供をまるで虐待しているような対応で、国民の税金で給料をもらっているというこの事実、国民は黙っていて良いのでしょうか。子供たちのために使われるはずの税金が管理職らの飲食、生活費、遊興費、そういったものに消えていきながら、子供の安心安全を口に出しながら、実際はそれをないがしろにしている証拠が上がってきているわけであります。この数々の証拠、それは動画にまとめてある通りです。子供たちを救わなければならない。子供たちの声を代弁できるのは大人にかかっております。選挙権もない子供たち、法律上政治運動もできない子供たち、なぜ子供たちがこんなに千葉県公務員によって不利益を被っているにもかかわらず、千葉県はそういった声を無視し続けるのでしょうか。タカさんはこの問題に取り組み、 YouTube にて発信し、全国の子どもたちのために活動を行っております。子どもたちのため、この国の未来のため、子どもなくして日本の未来なし、子どもたちを救わなければなりません。公務員にないがしろにされた子どもたちの悲痛な声を、田賀さんはたくさん聞いてきました。子どもたちを救わなければなりません。救えるのは大人です。今こそ子どもたちのため動こうではありませんか。こういった問題に理解のある大人たちが団結し、この事実を認識し、改善に持っていかなければなりません。子どもの頃、虐待を受けた子どもたちが将来どういった大人になるのか、犯罪者にするようなことには絶対なっては欲しくない。そのためには全ての子どもたちに愛情を求めて、愛に飢えたまま大人になったら、それこそ
この世の中に悲観し、凶悪な犯罪を起こすかもしれません。あなたの身を守るためにも、そういった困っている子供を救おうではありませんか。子供たちの未来、この国の未来、こういった千葉県の公務員管理職らによる隠蔽、こういった積み重ねがこの国を壊していきます。それをしっかりと改善し、そういった腐った管理職を改心させ、現場の頑張っている児童福祉の職員を助け、この国を支えていかねばなりません。子どもの支援、それをしっかりやっていかなければ、あなたの未来も、この国の未来も成り立たないわけであります。何もせず、この国が存続できるわけではありません。この国の次世代の人間をしっかり育ててこそ、この国の未来があります。環境問題、経済問題、いろいろな問題があります。しかし、この国の未来を作っていくのは、現在の子供たちです。その子供たちを守る、育てる、それが我々大人の役割であります。この活動をボランティアでやってまいりました。本日も千葉県庁前でこういった形で訴えさせていただいております。子供なくしてこの国の未来はない。これを肝に銘じて明日に向かって活動を続けていきたいと思います。本日も、良い天気の中こうして、演説ができることを幸せに思います。子どもたちのため、日本の未来のため活動を続けていきます。それでは皆さん、最後に親子断絶をぶっ壊す。ありがとうございました。